2、ブンデスリーガ2、ブンデスリーガ2016から20172016年、2017年の、スポーツ2016年、2017年のサッカーに、ブンデスリーガ2016から2017に、ブンデスリーガ2016から2017は、第1シーズンが行われて、以来、43回目の2、ブンデスリーガである。シュトットガルトが2回目の優勝を果たした。 2016から2017年シーズンの2、ブンデスリーガのクラブ数は、前年同様の18。1860ミュンヘンビーレフェルトボーフム、ドレスデンブラウンシュバイクアウエ、デュッセルドルフフュルトハノーファーハイデンハイム、カイザースラウテルンカールスルーエニュルンベルクザントハウゼン、ザンクトパウリシュトットガルトウニオンベルリンビュルツブルガーにブンデスリーガ2016から2017のクラブ。 所在地2016年8月5日に開幕し、2017年5月21日閉幕の全34節306試合で行われる。最終更新は2017年5月21日の試合終了時出展、キッカー順位の決定基準、1、勝ち点2、得失点差3、得点数、11860ミューン編は、 3. リーガでのプレーするためのライセンス料の未払いのペナルティとして、レギオナルリーガーへの降格の処分が課せられた。最終更新は2017年5月21日の試合終了時出展。キッカー1差10列のチームがホーム側。色、青イコールホームチームが勝ちキーイコール引き分け赤、イコールアウェイチームが勝利。試合開始時間はすべて現地時間。 1> 第1戦、ボルフスブルク V ブラウンシュバイク第2戦、ブラウンシュバイク V ボルフスブルク2試合合計スコア、2から0で VFL ボルフスブルクが、ブンデスリーが残留、アイントラハトブラウンシュバイクが2、ブンデスリーが残留第1戦、レーゲンスブルク V1860、ミュンヘン第2戦1860、ミュンヘン V レーゲンスブルク2試合合合計スコア3から、 1>, 1で TSV1860 ミュンヘンが3、リーが降格、SSV やアンレーゲンスブルクが2、ブンデスリーが昇格最終結果公式サイト。ありがとうございます。